さあ、今日2本目の動画になります。今日2本目の動画はですね、宅建業法の中でも超超重要な35条書面のですね、知識について、一気にですね、連続で問題を出していきたいと思います。最近ここのとこ手薄になってる人多いんでですね、ちゃんと忘れていないか確認の意味を込めてですね、問題を解いていただければと思います。それではいきますよ。クイズ、周辺知識にアタック。これ全ての問題ですね、説明の空いた方は宅建業者ではないものとします。それではいきましょう。1、建物の売買においては、その建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。はい、どうでしょうか。さあ、不動産大学のですね、動画をですね、ちゃんと見てくださっている方であれば、今のですね、言い回しはもうですね、耳にタコができるから聞いたんじゃないでしょうか。さあ、いきますよ。答えは、はい、丸でございます。契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要、これについてはですね、宅地または建物の売買において重要事項になっております。ではこちらどうでしょうか。2、区分所有権の目的である建物の貸借の売買を行う場合、その占有部分の量とその他の利用制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明する必要があるが、一棟の建物またはその敷地の占有使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。さあ、どうでしょうか。これもですね、よく試験に出ますよ。言います。答えは、はい、バルでございます。その通りですね。これ、区分所有建物について、占有部分の利用制限に関する規約の定めっていうのはですね、これはですね、ペット禁止のお話でございます。あとはですね、民泊禁止なんかもあったりしますね。こういうお話でございます。これらがある場合に関しては、その内容がですね、売買と貸借の情報で重要事項になっております。要するにですね、これ実際にその部屋を使おうとしている人にですね、直接影響する内容になりますんで、売買だろうが貸借だろうが説明しなきゃダメなんです。対してですね、この専用使用権に関する規約の定めっていうのは、これはですね、権利的なですね、お話になってきますので、そこに関してですね、別に貸借のですね、方で説明する必要はないんでございます。要はですね、アパートの住人にそんなですね、権利的なことを説明されてもですね、別に俺が持ってるマンションじゃないしっていう話になってきますので、そこに関しては説明不要なんでございます。これ売買については重要事項になりますけども、貸借の場合は不要でございます。で、続いていきましょう。3。宅建業者は重要事項説明において、取引の対象となる宅地または建物が津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。さあ、どうでしょうか。はい、答えはですね、はい、丸でございます。津波災害警戒区域内にあるときはですね、その旨が重要事項になります。で、売買なのかですね、貸借なのか書かれておりません。これ問題文に書かれてないんですよ。あれもこれおかしいなっていうふうに思った方いらっしゃいませんか。これはですね、すべての取引形態でそもそも説明が必要なんでですね、こういう問題の出し方になってるんでございます。受験生を撹乱するですね、作戦でございます。これは別にミス問題ではございませんのでご注意ください。これですね、試験中にあれこれちょっとおかしくないかな、この問題って思うことってですね、あるんですよ。私もよくありました。これあるんですけども、基本的に 99% あなたの勘違いです。自分の勘違いだと思ってください。よほどのことがない限りですね、ミス問題っていうのはですね、ありませんので、あれと思ったらですね、99% 自分の勘違いだと思ってですね、もうその問題一回飛ばしてですね、後で戻ってきてですね、もう一回読み直すとかですね、そういう風にした方がいいです。そこでですね、ずっと考えていてもですね、もう一回ですね、勘違いが始まると、時間を置かないとその勘違いできませんので、まあ、そういう場合に関してはもうさっと飛ばして次の選択肢を読むとか次の問題に行くっていう風に切り替えた方がいいです。続いて4、建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。さあ、どうでしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、丸でございます。これもその通りでございます。供給施設、排水施設の整備状況はもちろんですけども、排水施設がですね、整備されていなければ、整備の見通しとかですね、整備についての特別の負担に関する事項をですね、重要事項として説明しなければなりません。最後いきますよ。5。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その旨を説明しなければならないが、すでに積み立てられている額について説明する必要はない。さあ、どうでしょうか。これもよく出ます。大丈夫でしょうか。さあ、いきますよ。答えは、はい、×でございます。これもありがちな引っ掛け問題なんでですね、本当に気をつけてください。区分所有建物って言われたらですね、もうタワーマンションをイメージしましょう。これですね、計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額、これがですね、重要事項になります。ちなみにですね、世の中の分譲マンションのほとんどはですね、この規約の定めがございます。で、積み立てられているですね、額というものも存在します。なのでですね、こう、宅建士になってタワーマンションとかの分譲マンションのですね、売買なんかをやると、この説明をですね、もうしょっちゅうすることになります。ちなみにですね、これ不動産投資をする場合は、ここはですね、非常に最重要項目になりますのでね、よくチェックをする必要があるという部分にもなります。以上でございます。
さあ皆さん忘れていませんでしたでしょうか。これからの時期ですね、怖いのは忘却でございます。忘れるということでございます。まだまだ知識が足りないと思ってですね、どんどん詰め込もうとするんですけども、もちろんそれは詰め込んでいく必要があるんですけども、やってきたことを忘れないっていうことを忘れないでください。それをやらないと忘れていきます。ですから穴の開いたバケツみたいにならないんです。それだけご注意ください。ということで、また明日。